ランクトンに日本人が3人増える矢印、日本の未来が明るすぎる。サッカーも海外で活躍する日本人増えてきて嬉しいですね。もう矢滝が長年築いてきた信頼が後輩に繋がるの素敵です。欧州五郎クリュートシックってるやつとウンパはかなりどえらいメンツで草。ムツキはトルコ一部にレンタルだそう。プレイヤーでよくある獲得してすぐにレンタルするというやり方は好きじゃない。トルコみたいなガチモンの辺境リーグ生かされるぐらいならもうちょっと待ってもよかっただろ。頑張ってほしいけど、サウサンプトンからのレンタル先がトルコのギョズテペってかなり茨の道やな。ヒヨキラ学園の高岡くんにとってはものすごい心強いな。恵まれているし運も持ってそう。将来楽しみ。オリンピックの悔しさをバネにワールドカップで強くなって次の新しい代表で活躍してほしい。頑張ってー。